久保さん、今回常識と事実にしましょうか、まあ、確かに久保さんの言う通り僕の中での常識はそうなのかもしれないですけどまあ一理事実もあるんじゃないかなと久保さんと初めて出会った時に比べると久保さんはうん老けました僕も髪の毛なくなりました <laughs> まあ年老いていくのは事実なんで 年老いていくと、えー、筋肉がなくなっていくいろいろなところ病気になったりとかする可能性もあるしそれはまあなんだ常識じゃなくて僕は事実だと思うんでただあの画像検索するとねあのなんか60歳から筋トレしたおっちゃんとか出てくるんですよ60歳お,おじいちゃん筋トレとかすげえマッチョなねおじいちゃんも出てくるんで <laughs> すごいなと思いますけど んまああとねあのー、なんだっけな70ぐらいから始めたなな,なんか人いるんですよあのー、写真写真家なんだっけな写真家おばあちゃん名前なんだっけなこの人あ,あそう89歳89歳女性自撮り店 西本さんだ西本さんっていうね89歳であのー、なんだフォトショー使ってね Mac 使ってるんですよ <laughs> でなんか80代から写真家になったみたいなこれファンキーな超写真撮ってるんですけどだ年取ってもできないことはああ年取っても別にできるっちゃできるんですけどねうん ただ事実もあるんで、僕はまあその事実を受け入れて、で、今のうちにやっとくって感じですかね。うん。そう。常識を疑うも、常識を疑うのも大事だし、事実を受け入れるのも大事かなと思いますね。うん。歳は必ず取ってるんで、うん、体感、あの、肉体を衰えてるし。 かあの病気になる確率も上がるし。うん、と僕は思ってますね。うん、まあ事実久保さんの顔がしわがどんどんなくなって若返ってるんだったらその常識は疑いますけどね <laughs> 少なくとも一番最初に会った時の久保さんまあそれは動画を見れば分かると思いますけど久保哲郎のチャンネル昔の顔と今の顔違いますから。 うん、それは事実ですよね。証拠ですね。エビデンスです。<laughs> 僕もそうです。<laughs> どんどん髪の毛薄くなってってるんで。うんはいまあ、ただね、動画とかはね、まあ、やろうとばできるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。うん、別にその、久保さんが前の動画、前科の中の動画で言ってましたけど、普通にしゃべることしてますよね、と。普通にしゃべることをカメラ回しがいいっていう。 だね、言語障害とかだったらちょっとあれですけど、まあ、80歳でも会話ができるんだったら、まあ、動画を撮れますからね。<laughs> うん。だからね、動画ってね、すげえいいと思うんですよね。かかし,ゃしゃべればね、喋れればあ動画を撮れるし、逆に言うと、喋れなくても動画を撮れるんで、しゃべらない動画もあるんですけど、寝てるだけの動画で、ね。<laughs> もはや寝てるだけでも動画撮れるみたいなね。だからこれは常識、他の人の常識、喋らないといけないっていう、動画を喋らないといけないっていう常識があるんだったら、まあ違いますね。そう。別にアヒルでもいいわけですから、アヒル撮っといても、ゾウさん撮ってもいいわけですよ。一番最初、その YouTube にあの動画がアッ,プルソアップロードされた動画って、あの、なんか、ゾウさんの前で動画撮ってる。 動画なんですけど YouTube で一番最初にアップロードされた動画動物園での前で動画撮ってるやつなんですけどね、うん、はい僕もどん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 歳取るんで若いうちにできることやっていきたいと思いますいってらっしゃい